ホーム、東海山公園駅は、埼玉県狭山市東海山一丁目にある、西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は、s i 2 2相対式ホーム2面2線を有する地上駅。線路とホームは、駅の東側で南向きにカーブしていて、そのあたりには、屋根はない。なお、ホームの一部に列車との間隙が広い箇所がある。2番ホームに接した南口には、 自動券売機が設置されていないが、始発より、終電車まで使用できる。トイレは一番ホーム側にあり、車椅子、オストメートでの利用に対応した個室もある。ホームの一部は、航空自衛隊いる間基地に面しており、直接出入りできる場所が確保されていて、毎年11月3日に開催される、航空祭開催時にはその場所を臨時改札口として使用している。 2019年度の1日平均乗降人員は1万53人であり、西武鉄道全92駅中69位。池袋線内の急行停車駅としては、原価値駅に次いで利用者が少ない。なお、毎年20万人以上の観客で賑わう、イルマ航空祭当日は混雑する。近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下記の通り。 当駅は軍事基地の中を旅客鉄道が通るという日本では珍しい場所に立地している。なお、駅前の商業施設は改札脇にあるコンビニエンスストア、ポプラや駅出口近くの不動産店程度であり、住宅もあまりない。一方で、佐山東海山公園やふれあい健康センターなどといった基地の変換用地を利用した公共施設がいくつか立地する。 西部新宿線の狭山市駅が近隣に立地している。毎年11月3日には隣接する航空自衛隊イルマ基地においてイルマ航空祭が開催されており戦闘機のアクロバット飛行が見られる。2010年には動員数が過去最高の28万人になった。当日はイルマ市業の臨時列車が運行されるほか特急が臨時停車する。また、 西武鉄道の社員が多数配置されて、交通整理にあたるほか、ホームの所沢方面に臨時改札口が設けられて、臨時の基地出入り口に続いている。当駅に隣接する踏切は、鞘山市と入間市の中心市街地を結ぶ都市計画道路のものである。同道路と並行する国道十六号は、入間市駅北口再開発の遅れにより、道路の拡幅がなされていないことで、 慢性的に渋滞が発生するため、その迂回路としても利用されることから、交通量が多く、国土交通省が実施した調査においても、東海山公園一号踏切は、ボトルネック踏切と指摘されている。このような状況に鑑み、佐山市は関係各所に働きかけ、入間佐山住管道路の立体交差化による、東海山公園一号踏切廃止案のほか、池袋線を、 堀割構造化し、東海山公園1号踏切の他入間基地内に位置する武蔵藤沢5号踏切の両踏切を廃止する案を提起した。同案が実現した場合、国道16号を経由し、さらに踏切によって分断されている入間基地敷地の一体化、及びホームの有効調や福音に余裕を持たせたり、駅移設や線形改善による 通過速度制限の緩和などの効果があるとしている。もっとも、両案ともに、鞘山市の財政事情や、関係機関との調整部長により実現の目途は、立っていない。西武鉄道池袋線快速急行通過、急行通勤急行快速、準急各駅停車武蔵藤沢駅東海山公園駅、入間市駅埼玉県統計年間。ありがとうございます。